流行ってのように。ザ・ブングルザ・ブングルどうも、はい、こんばんは。オタク惑星の住人のね、皆様こんばんは。ね、オタク惑星第3回。イエーイ、ね、番組名が変わったっていうことでね、第3回になりました。ね、今日はね、あの何かっていうと、こうオタク惑星解雇支部みたいなところから、支部解雇の森からやってこられた、ね、惑星人、ね、彦摩先生です。よろしくお願いします。どうもー。どうして？ね、彦摩先生はですね、あの解雇の森の深いところに住んでおられて、そんなに詳しい印象はございません。ね、もうね、お若いのにね、もうすごいんですわ。でね、なんで今日お呼びしたかっていうとね、あれなんですわ、もうこう森の住人の皆様は知ってると思うんですけど、 Twitter っていうね、Twitter っていう鳥のマークの、そう、鳥のマークの、あの、まあ、インターネットのねインターネットのやつがありまして、で、彦摩先生が、あの、最近ロボットアニメオタク 見なくねーみたいな、もっと言っちゃいました、はい、もっとなんかいっぱい面白いロボットアニメあるじゃん、なんで見ねえんだよみたいな、お前なんとかフレンズとか言ってる場合じゃねえぞみたいな感じになったんで、僕も確かにと思って、うん、確かにって、なんで見ねえんだって、なんで見ねえんだって、まあ確かにね、絶対数が多くなってるからね、見ないのかなと思いつつも、流れっていうのも仕方ない部分もありますけど、ね、そう、でもね、そうだ、みんな知らないんだ、あ、ロボットアニメの面白さというわけでね、今回はね、ロボットアニメの面白さをね、こう語る回回はい、というわけでね、皆さんね、ご覧ください。ご覧ください、このボディね、はい、あのね、そうそうたるメンバーで、ね、そうそうたるラインナップですよ、これ。ね、ロボットアニメで言えばもう、いや、これは。ね、この辺はそうね、堂々たるラインナップですよね、多分ね。皆さんね、ほら、見てください。はい、これね、これがちゃんと、これが。これがね、はい、ダグラーム、太陽の牙ですね。ね、で、これが、まあ、みんな知ってるよね、ガンダムね、ザブングね。オープニングで歌った。で、これイデオン。これはダイターン3。で、もうこの辺のロボットっていうのはもう王道中の王道。っていうかね、大河原先生にね、侵食されてる私。あー、ね、これは。ご覧ください。全部。イデオン以外は、もう、河原先生。そう、河原先生ですね。はい。もう河原先生に侵食されてます。もう、80年代のロボットアニメで言えば、もう大河原先生はね、もう、そうです。そうね。富野義行と大河原邦夫の時代って言ってもいいでしょう。ね、あと安彦義和、古川智則、ね、この辺の、ね、まあ、人たちがね、もうバリバリやった、ね、時代であります。はい、で、さっきも言ったように、なんか、なんでロボットアニメ見ないのかってさ、ずっとさ、ずっと考えてたのよ。それ、ツイッターで見たと後にさ、で、なんで見ないんだろうって、いろいろ考えてて、まあ、さっきそこでホワイトボードでもいろいろ書いてて、まあ、まあ、ヒーロー願望が一つ薄れたのかなと。で、さっき、もうほらガンダムが落ちてたら俺たち乗るよねって言ったら乗りますね、ほらね、即答で乗るのよ、乗っちゃうのよ、空いてたら勝手に中に入りたいですね、そうね、ね、もうなエネルギー原因が どうか分からんけど、とりあえず言っちゃうよね、ちょっと触りたいですよね乗ったら、うん、そう、こいつ動くぞって簡単って言うぐらいのね、あの、え、タウンページ1冊分ぐらいで足りるのかなこのロボットみたいなそんなね説明書を見てね、あの、乗ってしまうぐらいの、ね、勢いがあると、僕たちはなんかヒーロー願望があって、なんかハーレ最近はなんかハーレム願望なんかね、こう重視されてるさ、アニメばっかりでさ、ね、一回切れたっていうねで一回今一瞬切れましたけど、でヒーロー願望が僕たちにあると、でヒーロー願望が僕たちにあるから、どうしてもそのね、例えばこのロボットを集めたりとか、こうやってでコスプレしたりとか、その願望をこう満たすためにやっぱこう趣味をやってるところありますわね。そうです ね, ね, ね。コスプレとかもそうじゃんね。そこになりたいっていう願望があってやってそうね、やってるね。そうなんですよ。で僕はね、じゃあこれ、ね、大好きな、多分ですね、この後ね、多分考えてらっしゃると思うんで、ね、あの、僕の大好きなアニメ、ロボットアニメ、やっぱりね、ガンダムなんですよ。あ、はい、うん、僕はやっぱりどうしてもガンダムが大好きで、でガンダムの第一話で、もう俺はね、もう最近また、まあ、何回も見直してるのよ、もうガンダムほんと何回も見直してて、で見るたびに新しい発見があって、で最近
見て思った。第1話のね、第1話の最初のシーン、ザクがさサイドに入るときにさ、入るじゃん、はい、最初にさ襲撃するためにに入るときにザクが3機、あ2機だっけ、あの 入ろうとするじゃん、はい、そのときにこう指をさすのよザクが。あ指さしますね。そう指さすじゃん、あのシーンで、すごい素晴らしいと、これ素晴らしいシーンだなと思って。これ何が素晴らしいかっていうと、子供が見てたら、まず子供が見てたらよ、はい、このシーンを見たら、あザクの人たちは向こうに行きたいんだなって分かるし、そうですね、見ただけで、そう見ただけでこうなるのかなって想像つきますよ、ね、すぐつくじゃん、はい、で大人になってみると、あなんで無線を使わないんだろう、確かにそれを逆に突っ込んでこう食いかかってくる人っていますよね。 そしたら僕たちは思うのよ、あミノフスキー粒子が濃いのかもしれない、ミノフスキー粒子が濃いから、はい、もしかして無線が通用しないかもしれない、そうだここまでね潜り込めるね連邦の、ね、目をかいくぐってこれるのは、つまりレーダー効かない状態、ミノフスキー粒子が多いからか、でミノフスキー粒子が濃いから視界で、有視界での合図をしてるのかとか、あ それだとやっぱりこう いいですね、いろいろ考えられるじゃん、考えれる、ね、このワンカットだけでこれだけいろいろ考えられるなんて、まあすごいって、ねまあ、それだけでももう濃ゆいですもんね。そうやっぱりもうどっから見ても素晴らしいっていうさ、メカだけじゃないし、そうこうストーリーだけでもないし、そうなのよ、そうねすごいと思いません、僕ね、あのシーン見てね、やっぱねガンダムは基本ね、基本だよね、基本です、見とけって見とけお前ら、マジねそれだけもう 何も考えないで見るとただの古いアニメだけど、いろいろこう考えながら見てると、例えばその補給とかさ、今までなかったんだよ、それまでのアニメには。あ確かにないですね、補給をするっていうのは。そうマジンガーはずっと動いてんのよ、なんか知らんけどなんか知らんけど、でもザクがやられた、補給を頼むってね、で補給をしなきゃいけないとか、マグベがさそのね拠点をね逃げる時とかもさ、そうねこれだけの資源があるから大丈夫だとかさ言って逃げるじゃん、つまり補給とかさ、そういう戦争の中身っていうのもさ、ちょっとこう触れながらアニメを描いてるんだよ。でも子供見ても楽しめる、子供の時の俺たちも楽しめた、うん素晴らしい番組ですね、はい、あれはね本当に、だからねみんなも見てほしいですよね。そうですね、やっぱり何度見てもあこういう場面あったんだって思い出させたり、あこうだったんじゃないかって後でひらめいてすごく面白く感じたりっていうのもありましたね。うん、そうですよね、気づかなかった場面って結構あるんですよ、一瞬の場面に結構いろんなもの詰め込んでるんじゃないかなって思う時があって。うんそうね、伊勢里奈の話とかね、はい、いいよねあれもね。あと私クルス・ドアンの島好きです。あいいっすねクルス・ドアンの島、こう結構みんなザクの顔が面長だとか変なネタにしか使ってなかったんですけど、いやあれはストーリーで見せてくる話だったんじゃないかなって、ストーリー良かったよね思うので、そうああいうとこネタだけじゃなくてちゃんと見てほしいなとは思う時があります。ああいうなんかさ戦争のさなんか善悪のさこう微妙な感じ、例えばね親子がさ、はい、なんか故郷に帰りたいって言ってさ、帰る会があるじゃん、でジオンの兵士がさ、はい、そう補給をさ仕上げるじゃん、あの二人にさ、はい、ああいうところっていうのがさなんか妙なさなんか人情であったりとかさ、いやジオンの日が悪っていうわけじゃないんだよねっていうのがさ、だからそれこそさついさっきのククルスドアンの島も善悪って正直あんまり関係のない話でしたもんね。人が悪いんじゃなくてその、はい人が悪いとかじゃない、そう、ね、そう思想が悪いというかさ、はい、そう結局その、ね、思想とかその時代背景そう、ねうん、状況が悪いっていうのが強調してあります、ね、そうね、その戦争はなんか個人のなんか憎しみでやってるわけじゃないんだよっていうのがね、はい、よく描かれてる。やっぱガンダムはね本当に何回見ても面白いし、最初のねもう本当にガンダムはだからねオリジンとかね今ね今更やってこうやりかえてるじゃん、はい、あれね安井子吉和は分かってない。そのオリジンはオリジンの良さはある意味はあるんですけど、こう富野監督の良さがちょっと消されちゃってるかなっていう印象はちょっとあります。富野監督はあのね、なんかこう
人間のなんかこう愚かさであったりとかさ、そのね切なさとかさ、そういうところがさなんかないんだよな、ノリジンにはな。ノリジンはどっちかというと政治的な部分が強調されてるなっていう、ちょっとなんかね、それはそれでいいんですけど、ちょっともったいない、うん、もったいないよね、やっぱりね。あの富吉残ったアニメはやっぱり政治というよりはヒーローだったりとか、うん、そうね、うん、ヒーローだったりとかね、ヒーローだったり、うん、そうヒロイックだったりね、うん、そうね、こう人の考え、宗教的なとか政治的な考えじゃなくて感情の方を、うん、そうね、あの奇妙なね動きね、うん、V ガンダムの時もそう思う、見てないって、はい、彦野さんは見たの V ガンダムあのバージンなんで見てないらしいんですけど、見たらそれも思うと思う、はい、あの人のあれもね、人の心の動きをね微妙に描いてるからね、めちゃくちゃ切なくなったりするのよ、はい、なんかね見てても切ないなと思うわけ、うん、だからぜひねこれからね、あのね、これね森で修行されると思うんで、また修行してきますね、 V ガンダムをねまた修行されてほしいですね。でそういえば彦田さんの、 あの、ね、さっきねくだらないあの話をしますよって言ったんだけど、この収録前に好きな作品っていうのが一個に絞れないんですよ。そうなんですよね、これがね、いやこれのここはここが好き、これもここが好き、うん、じゃあそうだな、じゃあ僕が言います。ザブングルの好きなところ、ザブングルってやっぱりもう作品として見せ方も面白いと思うんですよ。なんか あんまりいろいろハマる前はガンダムでちょっとリアル系の方が慣れてたんですけど、いろいろ見ていくうちにザブングル あのアニメ走りがちょっと好きになって、なるほどね、うん、ほんと画面と勢いで見せてくるところが、うん、あ今まで見たことなかったなって思わされたりとか、あ、ね、うん、あのジロンの荒削りのように見えて実はすごいナイーブだったり、もう周りのことすっごい考えてる、すごい紳士だったっていうのが心つかまれました。うーん、そうね、あのおばちゃん、なんだっけ、あのどのおばちゃんですか、どのおばちゃん、あの おっぱいの大きいおばちゃん、あ、あの誰だっけ、カラスのおばちゃんですかね、あ、そうあの人が爆発するシーンとかさ、俺なんかあの黒焦げになるじゃん、ボーンって最後さあれ見て、あ、なんか方向性がぶれないなと思ってあそこで死なないっていう簡単にこう死ぬ描写は少ないですね。そう、少ないの、あれはね、あの楽しい、うん、シーンが多い、うん、多いで、かといってそのなんか人間のその汚さとか切なさっていうのをやっぱり織り込んでくるんだよね、その織り込み方が、うん、そう上手よね、やっぱり、うん、ザブングルもそう思うわ、うん、そのヒロインも単にこうヒロインじゃなくて、単にこう 花みたいな感じのヒロインじゃなくて、ヒロインの汚さもちゃんと描いてる、そうね、っていうのがいいなって、うん、しかもほらツートップみたいな感じじゃん、はい、うん、ツートップなのにそれぞれ全然違うキャラクターだから、しかもどっちも魅力的なのよそうですね、とサブでいらっしゃる方々もやっぱりすっごい、うん、そうね、いいキャラ、そうなんだよな、俺もザブングルはね好き、めっちゃ好き、子供の頃ね、めっちゃハマって見てたもんね。またトドンミランの回をもう一回見たいなって、いいですね、もう何回も見たい、もう一回見ようかなと思ってるぐらい、うん、これは面白い、本当に、ね、ぜひね、あの皆さんもね、あのこんだけね、言ってんだからね、一回見てみるといい、騙されたと思って、やっぱりこう、ザブングルもいいんですけど、ウォーカーギャリアに乗り換えるところもいいですし、あ、そうっすね、アイアンギアが初めて変形するところって、ちょっと感動しませんか、いいっすね、あのね、うん、分かる分かる、こう自分でもガッツポーズしたくなりませんか、見てて、あの油断だけど、あの子供の頃にあの人間、あの友達と二人で背中合わせして、アイアンギアごっこってやって、ああ、やっぱりいいんですね、二人でこう、背中合わせの、二人で立つのね、アイアンギアごっこ、こう、そう、こう立つの、うん、あれの大砲撃つシーンとかね、いいしね、アイアンギアの2号機とか出てくるじゃん、後半さ、これもいいなと思って、アイアンギア2号機が出てくるんだ、最高だなって、もうね、分かってる。なんかね、富野由悠季をベタ褒めする回になってしまった富野由悠季は分かってるよね、ああいうところも、うん、いい、完全に心をつかまえてる、はい、というわけでね、15分あっという間に経ちました、あ、まだ話せない、ああ、なかった部分がいっぱいあります、はい、後半に続きます、それではさよなら、後半続きます、続きます、バイバイ。